はい、こんにちは、今回はこちらに置いてあります霊王さんっていうね漢方薬をご紹介しようかなと思います。この文字からなんか想像できます？何が入ってんだろうみたいなね。あ、でもここに書いてありますけどねちゃんとね、五王と人参ね。で、人参のこう粗いっていう字ですね。それのエキス末ね、粉末が入ってるってことですね。はい。で、もう分かってしまいましたけどね、五黄と人参の製品ということですね。で、こちらに製品のねパンフレットがあります。こういうパンフレットがあるんですけどね、五黄で血力、ね、血の力って書いてますね、はい、で五黄人参配合の滋養強壮剤霊王さんって書いてありますね。じゃあね、ちょっとこちらの製品パンフレット成分をね、もう一度ちょっと見ていきますね、1日量が4カプセルで、まあ、4カプセルの中に入っている成分の分量がここに書いてあるんですね。でそれが、五黄、ね、それから五黄が 100mg、 それから人参が 600mg 入ってますね。そして人参の、エキス末、粗いという字ね、エキス末が 300mg 入ってますね。でこれは、人参の 900mg に相当する分が入っていますって書いてありますね。そして効能です。どういうものにこれが効くかっていうことがね書かれています。はい、効能、次の場合の滋養強壮、虚弱体質、それから肉体疲労、そして病中病後、それから胃腸虚弱、それから食欲不振、血色不良、冷え症、ね、そういった方にね使うといいですよってことですね。で次に用法用量ですけどね、これは大人1回2カプセル、1日2回食感に、水またはお湯で、服用してくださいって書いてありますね。でこの1回に2カプセルっていうのは、まあ、原則ねそうなんですけど、大人の場合ですね、15歳以上の方を一応大人としています。で1回に2つ2カプセルなんですけれども、まあ場合によってはね、朝晩、飲まなくても1回だけでいいんですっていう方もいらっしゃるし、で1回に2個、まあ原則ね1回に2つなんですけれども、場合によっては1個で、効いてしまうっていうようなね、まあその辺はその方の、まあ、体調とか、その症状ですね、その今現在の症状とかに応じてね、アドバイスをさせていただいたりとかもあります。はい。で、これが一番大きな箱の120カプセルっていうのですね。はい。じゃあ中をねちょっと開けちゃいましょうかね。これはもうすでにね開けてます。こちらがね、もうビニールがついていてまだ開封してないやつなんですけどね、これはちょっと開けてるものなんで、ちょっとね開けてみますよ。中はねこんな風な感じになっていますね。ここにだーっと、本当はもうここも入ってるんですよ、全部入ってるんですけど、これはもう小分けでねお売りしたのでこんな感じになってます。でね、まあこういうものなんですけどもね、霊王さんって書いてあります。ここに五黄と人参配合ってねちっちゃい字で書いてます。そして下には滋養強壮剤って書いてますね。そして反対側をねくるっとしますと、まあ五黄人参配合の滋養強壮剤、これ一緒ですね。一番下に、使用期限と製造の番号がねちゃんと書かれています。もう一個一個に書かれてますからね、これ半分にこう切れるんですけど、半分に切ってしまってもここにちゃんと書いてあるというね、バッチリですねこれで。はい。で、これ後でカプセルね開けてみますけれどもね、じゃあ、まあ具体的にねさっき効能言いましたけども、まあこちらにね、
こんな方の滋養強壮に、おすすめいたしますっていうね、このパンフレットに書かれてるね、ちょっと見ていきます。一晩寝ても疲れが取れない、ね、しんどいですよねこれね。それからカーッとのぼせやすい、特に暑い時はそうかな、カーッてねのぼせやすくなります。それから疲れているのに休めない、それから暑い日が続くとバテる。今暑いですよもうね、今これ収録してるの6月の終わり、頃なんですけどもね、ちょうど本当にねもう梅雨も明けてしまって真夏ですよね。この辺はまだマシですけどね、関東の方はねもう40度超えたりとかすごいですよね。まあ、こっちはまだマシだと言ってもね、さっきちょっと外へ出てみたんですけど、やっぱり、ちょっと歩いていくとね、もう超暑いですよ。もう日傘なしではよう歩きませんね、もう怖くて。なんかこの間テレビでやってましたけど、子供さんも日傘がね、可愛らしい大きさのね、売られているようで、もうだから最近男の人も日傘さすみたいですね。まだ女性ほどこう浸透はしてないですけれどもね、男性もねもう熱中症予防のためにはね、ちょっと直射日光をね、あんまりガンガン浴びない方がいいですしね、ちょっと傘があればね、ちょっとその自分のところだけは日陰ができますのでね、ちょっとホッとするというかね、もう本当に今、まあ、6月の末でまだあと丸々7、8、9月も暑いですよね。7、8、9、まあ、10月になればちょっとマシかな。だからね、約3ヶ月ですよ。3ヶ月、真夏ですよ。もう、っていう感じですよね。もういつもだったら、そうですね、例年だったら、子供さんたちの夏休みが始まる頃とかに、まあ、ようやくちょっとこう、梅雨も明けてくるかな、みたいなね。感じが多かったじゃないですか。でその頃になると不思議と本当にねすごいなって私いつも思うんですけどね、夏になったらセミがね梅雨明け頃に鳴き出すんですよね。あれはねセミの本能でしょうかねすごい必ず鳴き出しますもんね。夏になりましたよみたいな合図のようにね、もうあっちもこっちもね、この辺駅のところまでずっと歩道のところにね木が植わってるんですけどね、何の木なのか知りませんけどね、ずっとこう一定間隔で植わってるんですよ。宝塚市は割とこう緑がね多くって綺麗な町なんですけれどもね、そこにねやっぱセミがいるんですよ。もうね本当にうるさいまあ、うるさいけど、まあ、セミにとってはねもう鳴くのもお仕事ですもんね。もうミンミンジージーねずっと言ってますけどね、本当にねこう並んで誰かと喋っていてもなんかよく聞こえないわぐらいの音量だったりしますよ。本当にすごいです、うん。まあ、セミもね元気で鳴いてくれた方がいいですけどね、はい。まあ、そんなこんなでそう暑い日が続くとバテるっていう話ですよ。そこに戻らなくちゃいけませんね。暑い日が続くとバテるんです。人はね大抵の人はね、だから気をつけてくださいね。それから疲れすぎて食欲がない、本当ですよね。あんまり暑いとねもうなんかつるつるっとおそうめんだけでいいかとかねなってしまいがちですけどね、もうそれも良くないですよね。なんか炭水化物だけみたいな感じでね、だからやっぱり夏こそね栄養をしっかり取らないといけませんね、はい。それから風邪をひきやすい、これは夏に限らないですね。風邪をひきやすいっていうのね、なんか年がら年中風邪をひきやすいっていう人もいますね。それから病中病後の疲労回復、これはね大きな病気をなさったりねした方、その後にねやっぱりこう体がしっかりね回復してなかったりします。そういう時にね疲労回復にお使いくださいっていうようなねことですね、はい。
はい、ではですね、ちょっとこれをね、実際にどんなものなのかね、開けてみようかなと思います。はい、ここからね、簡単に開くんで、手でね、簡単にこうシュッシュッと開きます。はい、で、ちょっとね、この白い方が分かりやすいかなと思うので、よいしょ、ちょっとね、こぼれちゃうといけないから、こっちにちょっと置きましょうか。はい、じゃあこちらね、はい、こんな色ですね。はい、ちょっとね、肌色みたいな色と、何色だろう、茶色というか橙色というかね、こんな感じです。大きさはね、本当にこんな感じですね。こんなぐらいですね。はい、飲みやすい程よい大きさかと思います。はい、これがね、基本的には1回分ですね。はい、じゃあ今日は霊王さんね、ご紹介いたしました。今日はここまでです。ありがとうございました。